日産のパスファインダーは日本では見られない SUV の一つです。日本国内ではキックスエクストレイルアリアという SUV を展開していますが中国市場向けに特別に設計された新型パスファインダーについて見てみましょう。1985年に登場したパスファインダーは当初ダットサントラック D21 を元にした四輪駆動のラダーフレーム車でした。日本ではテラノとしても知られ、初代と二代目が販売されていましたが、三代目以降は国内市場から姿を消し、海外専用モデルとなりました。最新の五代目は2021年にデビューし、特に北米市場で人気を博しています。中国ではこれまで、 テラが大型 SUV の役割を果たしてきましたが、2023年の上海モーターショーで発表された新型パスファインダーは、北米モデルとは異なるデザインが特徴です。全長5 1 3 0ト、mm、ル全幅1 9 8 1ト、mm、ル全高1 7 7 4ト、mm、ルと、北米版よりもわずかに大きく、 低く設計されています。デザインは日産の中国デザインセンターで中国のデザイナーが手がけたもので中国市場専用として開発されました。シンプルながらフォーマルな外観が独自のスタイリングを際立たせています。このモデルの内装も注目に値します。インフィニティから受け継がれた高品質な設計には 12.3インチのディスプレイが組み込まれており、デジタルとプレミアム感が融合しています。中国の他の自動車メーカーがディスプレイを多用する傾向にある中、パスファインダーは最小限のディスプレイと物理ボタンをバランスよく配置し、使いやすさを追求した内装が特徴です。全体的に新型パスファインダーは、 スポーティーなエッセンスを取り入れつつ、シンプルで洗練されたデザインが印象的です。広々とした内部空間、選べる6人乗りまたは7人乗りの配置、そして充実したカップホルダーの数など、細部にまでこだわりが感じられる SUV です。日産のスポーティー SUV、パスファインダーに搭載される2リッター VC ターボエンジンの性能は、 スポーツカー並みの印象を受けます。北米市場用のモデルが3.5リッター V6 エンジンを搭載しているのに対し、中国向けのモデルでは KR20 と型2リッター直列4気筒ターボエンジンを採用し、可変圧縮比技術 VC ターボを備えています。この技術により、 急速オートマチックトランスミッションと組み合わせることで力強い走りと効率の良い燃費を両立しています。また、このパスファインダーは日産のプレミアムブランドインフィニティから販売される QX60 の影響を受けたモデルと感じられ同じエンジンを搭載している QX60 と比較しても 足回りが固めに設定されており、タイトなコーナリングでも安定感があります。車両重量は約 2000kg を超え、エンジン出力は248馬力となっていますが、適度な加速感と高速安定性を持つことで、スポーティーな走りを実現しています。ただし、中国市場での展開においては、 純ガソリンエンジンエジののみの提供が挑戦となり得ます中国では新エネルギー車に対する政策が強化されており、プラグインハイブリッド車や電気自動車に対する優遇措置が進んでいます。にもかかわらず、2024年3月の発売以来、パスファインダーは販売台数6000台を記録し、 北京や甲州など大都市での人気が高いことが示されています。インテリアの質や走行性能が評価され、トヨタ、ハイランダーを上回るとも言われていますが、日産がこの先、どのように市場環境の変化に対応していくかが注目されます。電動化モデルの追加があるかどうかは未定ですが、 引き続きこのモデルに対する期待が高まっています。